星を継ぐものは、ジェームズ・ P ・ホーガンによる SF 小説。1977年に上司されたホーガンのデビュー作である。日本では1981年第12回、星雲紹介外調編賞を受賞している。ありえない現実と事実を突きつけられ、その謎を解き明かしつつ、人類の追い立ちを解明していく、ハード SF の代表作の一つ。 作品発表当時に人類進化上の謎として知られていたミッシングリンク、小惑星タイや月の起源、とりわけ月が表と裏で異なる様相を示す理由等について SF の視点から解釈を与えている。2015年現在で累計45万部を売り上げ、草原 SF 文庫最大のヒット作となっている。続編にガニメデの優しい巨人、 巨人たちの星、内なる宇宙、ミッション2ミネルは、魅訳があり、巨人たちの星シリーズと総称されている。日本語版はいずれも、草原 SF 文庫に収められている。翻訳は、池広明による。月面で深刻の宇宙服を着た人間の意外のようなものが発見された。これは一体何者なのか。各国の組織に紹介するも、月面での行方不明者は誰もいなかった。 地球に運ばれた以外を C14 法によって年代測定を行ったところ彼は5万年前に死亡したとの結果が得られた。チャーリーと名付けられたその人物と月で発見されたことからルナリアンと呼ばれるようになった彼の属する人類集団の正体は全く謎であった。その正体を探るためにニュートリノを使用して物質を透過撮影できるトライマグニスコープが手配されると 共に、その開発者であるビクター・ハント博士にも調査への参加が要請された。スコープを駆使して少しずつもたらされた情報と数、少ない所持品を手がかりに、あらゆる分野の学問を総動員した分析が始まった。だが、その差し示す事象は矛盾だらけだった。チャーリーの所持品の中には、現代技術を駆使しても作ることのできない型の原子力パワーパックが見つかり、 使用されていた放射性物質の半減期からも5万年前という値が裏付けられた。だが、こんな高度な技術文明が地球に存在したという痕跡は残っていない。これに対し生物学者のクリスチャン・ラン・チェッカーは、チャーリーの意外を調べ上げ、分子生物学的にも遺伝学的にも彼が間違いなく人であると断言し、出身地は地球であると主張する。その一方で、 ダンチェッカーは、チャーリーが発見された場所の近くにある構造物の廃墟で見つかった蛍光食料と思われるものを調べ、その材料となった地球産の魚に似た水生生物の肉体構造が地球生物のものと根本的に異なり、とても地球産とは思われないことに悩む。また、手帳と思われるものを透過撮影して浮かび上がった記号の解読は、 言語学者の協力を得ても困難を極めた。ハント博士のアドバイスで、チャーリーの所持していた機器のラベルの文字が、電圧や電流の物理量の表記であると仮定したところ、それを糸口として、手帳を解読する作業に進展が見られるようになり、やがて、それはチャーリーが記した日記であると判明する。彼は、月面の守備部隊に配属された軍属であり、地球上の戦闘を観察し、 月面の基地に置かれた兵器から放たれたエネルギー波が地球上の敵都市を焼く様子を記録に留めていた。だが、有志以前の地球に月まで飛行できる高度な科学技術があったはずもなく、地球にも月にも大規模な戦争の痕跡は見られず、そもそも月面には基地や兵器の痕跡すらもない。また、手帳からはカレンダーらしきものも見出されたが、 地球とは相入れない歴法から成り立っていた。相矛盾する事象を整理し、数々の仮説が立てられ、謎が少しずつ解き明かされていくかに見えつつも、別の事実がその仮説を否定する。その繰り返しがいつまでも続き、結論に行き着く見込みは立たなかった。果たして、チャーリーやルナリアンは一体何者なのか、どこから来たのか、なぜ、ここにいたのか。 そしてどこに行こうとしていたのか。さらに木星の衛星ガニメデを訪れた調査隊が氷の中から発見した脅威の物体が混迷の道、増した。それは人類にとって全く未知の地生態の手になる宇宙船の残骸であり、船内から大柄な体育の登場員の遺骸が発見され、また数百万年前の地球の生物たちが積み込まれていた。ガニメデで発見されたことから、 ガニメアンと名付けられた彼ら大柄な種族を調査したところ、その肉体構造は、例の魚に似た水生生物と相似していることも明らかになった。直接ガニメデに赴いて、これを目の当たりにしたハントやダン・チェッカーたちは、さらに深まる謎に悩まされるが、やがて人類の老いたち、そしてかつての太陽系の姿につき、一つのストーリーが形作られていく。 巨人たちの星シリーズ東京草原社草原 SF 文庫翻訳池広明カバー加藤直行星の幸信の部によって漫画化されビッグコミック2011年5号から2012年16号にかけて連載され4巻の単行本にまとめられた内容はガニメデの優しい巨人巨人たちの星までを含み独自の解釈や原作にないエピソードを加えている 2013年、聖雲賞コミック部門受賞。星を継ぐものから、小学館、ビッグコミックススペシャル、作画、星野幸信、全4巻2011年6月30日、発売 ISBN978 から4から09から183,888から92011年11月30日。 発売 ISBN978 から4から09から184230から後2 0 1 2年4月27日発売 ISBN978 から4から09から184427から92012年9月28日発売 ISBN978 から4から09から184720から1ありがとうございます